ワンちゃんが一番触られたくない場所、それはです。こんにちは、インノスギャグの川島です。今回のテーマはワンちゃんが触られたくない場所ワースト3。こういったテーマでお話をさせていただきます。本日のお供はチワックスのシロハリちゃんです。今ちょっと耳を寝かせるためにテープを貼っておりますので、あまりお気になさらず、怪我してるわけではありませんということで、よろしくお願いします。それではワンちゃんの触られたくない箇所ワースト3、順位立てて説明させていただきます。あくまで今回紹介させていただくのは私の独断と偏見と、どれもやっぱり嫌がる場所にはなりますので、ここによってもちろん嫌がる場所っていうのは異なります。なのであくまでご参考程度ということでご認識いただければと思います。それではワースト3位、お尻と尻尾周りになります。まあちょっとこの子ちっちゃいんでね、先生、はい、尻尾とお尻周りですねが、まあ、特に敏感で触られたくない場所だったりします。あんまりまあそういうところを触って褒めたりだとか、触られるシチュエーションがなかったりだとかするのが一つの要因ではあるんですけれども、なんか尻尾ね、こうやってよしよしして、なんかよしよしとかすることないと思うんで、あんまりね触る場所ではないので慣れない子が多いっていうことですね。あとは肛門周りなんか特にそうなんですけれども、お尻を拭いてあげたりだとか、例えばうんちがくっついているのをそれをなんか引っ張って取ってみるとか、そういうことしてしまうとやっぱり肛門なんかは特にね直腸とつながっているので、とても敏感な部分になりますので、触れることを嫌がったりだとかする子が多いですね。なのでまあお尻周りはね、主に触られる経験が少なかったりだとかすると、そういって嫌がるような傾向になる子が多いので、触ってあげれば全然慣れていくことは思うんですけれども、基本苦手な部位にはなります。それがワースト3ですね。公式 LINE スタンプ販売中。続いてはワースト2位、足回り、前足とか後ろ足ですね。こういった足先の部分っていうのは基本神経が集中していて、触れることが苦手な子がとても多いです。結構ね動画とかでも上げさせていただいて、まあ、しばちゃんなんかで、ね、上げさせてもらってるんですけど、前足触るとムキムキするみたいな、あれは触れることがとても不快だったりとか、やめてほしいみたいなね、もう散々触っててもうなりだけが残っちゃうみたいな、ね、子とかも中にはいるので、やっぱりね足先とかはすごく苦手な子が多いですね。特にお手入れをする場所っていうのが主に先端部分がすごく多いので、やっぱりこういう場所って触る機会っていうのは特に増やしておいていただきたい部分にはなるんですが、だいたい皆さん撫でるのって頭とか背中とかこの辺なので、この辺は全然触られても OK なんですけれども、基本こっちのね下の部分っていうのがやっぱり皆さん触ることが少ないのかなと思われます。なので積極的にこういったまあお手入れをしなければいけない足先とかお尻周りとかもそうですけど、耳とか鼻とか、あと口の中、歯とかですね、そういうところは磨く練習とかもしていただきたいので、普段から触る練習を心がけていただければと思います。ということでワースト2は足先になります。チャンネル登録者数1万名を目指して投稿をしております。この動画が参考になりましたら、高評価チャンネル登録ぜひお願いいたします。それでは栄えあるワースト1位の紹介です。それは顔です。顔は特にやっぱりガードが硬い子がとても多いです。本当に嫌なことをしない前提にはなるんですけれども、例えば耳掃除しますとかも、本当にね、まあ、耳が汚れちゃったらそういうところの掃除しなきゃいけないとか、涙やけとか目やにが出てしまったら取らなきゃいけないもそうですし、口の中歯をね磨いてあげないと歯垢歯石ついちゃいますし、そういうところもちゃんとやってあげなければいけないんですが、やっぱりね1日1回しか触りませんとか、汚れた時だけやりますとか、犬が病気した時だけやりますっていう風になりがちなんですね。なのでやっぱりここも足先とかと同様に触れることがやっぱり少ない箇所になっていきます。なのでまあこういった場所っていうのは日々積極的に触っていただくことで、無抵抗な状態でお手入れすることっていうのが可能なので、そこは気をつけながら触っていただく練習っていうのはしていただいた方がいいのかなと思います。あとはちょっと病気をしてしまった時に耳にね点耳薬入れますとか、目薬入れますとか、そういうのもいざという時にやりたいっていう時にやっぱりね慣れてないとできないものなので、そういう練習みたいなところは日々やっといた方がいいのかなと思います。なのでまあ一番ガードが硬いのは全体的に見てもやっぱり顔周りですね、嫌がる子がとても多いということで、今回はワースト1に選ばせていただきました。それでは最後にまとめをさせていただきます。本日は犬が触られたくない箇所ワースト3、こういったテーマでお話をさせていただきました。ワースト3から順番に説明させていただきます。まずワースト3、これはお尻周りと尻尾についてお話をさせていただきました。
触る機会があまりないっていうことで、やっぱり苦手意識を持つ子がとても多かったので、ワースト3に挙げさせてもらいました。続いてワースト2、これは足先ですね。一緒に生活している方なんかはよくわかるかと思うんですけれども、足拭きをしたりだとかするときにちょっとこう嫌だ嫌だってやってみたりだとか、やっぱりね、触られるとこんなに脱力しない子がやっぱりとても多いですね。普段ここ触ってよしよしなんかする方あまりいらっしゃらないと思うので、ここも尻尾と同様にやっぱり触ることが少ない箇所になっていきますので、積極的に触っていくっていうことがすごく大切になっていきます。だいたいね、足拭く時ぐらいしか触らないと思うんで、まあ、それもねイメージダウンのきっかけとかになってしまうので、積極的に触ることはお勧めしております。続いてワースト1位ですね。これが主に顔周りですね。顔をよく触ってこうね褒めてる方とかも中にはいらっしゃるんですけども、やっぱりいざという時に耳の中ほじって触ってみるとか、唇めくって触ってみるとか、意識的にやっていただいている方なんかはすごく慣れてる子とかも中にはいらっしゃるんですが、やっぱりねちょっと意識をしてないとなかなか触る場所ではなかったりとかするので、そういう場所も普段歯磨きの時だけ歯触りましょうとか、耳掃除の時だけ耳触りましょうとか、目やに取る時だけちょっとここら辺ゴシゴシしてみましょうみたいなことやってしまうと、やっぱりねこの拘束されることとか、やっぱり犬が我慢がやっぱりなかなかできない子に関してはちょっと動きたくなってしまうとか、ちょっとここから長くなりそうだなって思われると、やっぱりそれに対してちょっと逃げようとか嫌だなっていう風なイメージがつきやすくなってしまうので、普段からお手入れをしない時であってもこう触る練習をしといてあげるとかっていうのがすごく大切なことになっていきます。犬の部位の中でもやっぱり顔周りが触れることに対してやっぱり一番イメージ的にはあまりよろしくない箇所が多かったので挙げさせていただきました。ちょっとなんかね部位でこうやって1位2位とかつけるとちょっとキリがないんで、一応顔という形で一つ順位付けさせていただきました。特にね一緒に生活されている方なんかは、愛犬ちゃんすごく触られるのが苦手なのっていう子に関しては、それは触れることがイメージ的に悪いだけであって、別に痛いから触りたくないとか、そういうのはおそらく怪我してさえいなければないんですよね。単なるイメージの問題なので、触れることに対してのイメージっていうのを良くしてあげるとか、そういうのを飼い主様から積極的にねやっていただければ、別にそんな触られたくない、固くなにみたいな子は世の中いないはずなので、まあ普段からね積極的にそういったところを慣らしてっていただければと思います。はい、それでは今回の動画は以上になります。本日のお供はチワックスのシロハリちゃんでした。ご視聴いただきありがとうございます。